おはようございます。私の方から今日は2点申し上げたいと思います。現在平成27年の補正予算の閣議決定に向けた詰めの作業が進められているところでございますが、閣議決定後直ちに第3回の農林水産省 TPP 対策本部を開催をしたいと考えております。本部では平成27年度補正予算による農林水産分野の TPP 対策の内容について報告があった後、私から今後の取り組みについて指示をさせていただきたいと考えております。これまでこの本部で議論をし検討してきたものが具体的な事業として形になることから、今後に向けて農林水産省職員全員が気持ちを新たにして取り組んでいく機会としたいと考えております。でまた私は明日19日と20日にかけて高知県および愛媛県へ出張し、柑橘のベリーマドンナなど競争力のあるブランド農林水産物の生産販売に取り組んでいる先進事例を視察とするとともに、地元の農業者、漁業者の皆さんと意見交換を行うこととしております。両県とも詳細につきましては、この後プレスリリースをさせていただきたいと思います。また昨日中期肥料工業の問題につきましてはプレスリリースをさせていただきましたので、ご承知をいただきたいと思います。以上でございます。感謝の挙動とします。補正予算に関して質問があります。昨日ですね、農水省が自民党の会合でですね、15年度の補正予算案をですね、総額4008億となるですね、補正予算の案を出しましたけれども、まずこの TPP 対策の始まりとなる予算となりますが、改めてこの補正の狙いとか重点を置いたものをですね、説明をお願いします。今ご指摘のように総額で4008億円、その中での TPP 関連対策費として3126円が計上される予定であります。予算の内容につきましては、政策大綱に基づいて、急ぐべきものについては、できるだけ予算の計上をさせていただき、また、基金的な運用がふさわしいものについては、そのような対応をさせていただいてきたと思っております。TPP が始まっているわけでもありませんし、支援をされたわけでもありませんけれども、我々は大筋合意をしたわけでありますが、やはり備えあればお礼なしでございますので、しっかりとした備えをするためには、補正予算の対応というのが必要なことであるというふうに理解をしております。そういうことですね。4008億円まで積み上がったという、この根拠というか、背景ということをですね、教えてほしいんですけれども、まず、その影響資産が出されてない中でですね、対策のこの額の数字がですね、先行するという、これに対していかがなものかという考え方もありますし、あとそれと、例えば、500億がですね、計上された産地パワーアップ事業などではですね、これ、単純になぜここまで積み上がったのかという、率直な疑問が湧いてくるんですけれども、ここら辺の少し背景とか検討をお願いします。今回の補正が終わりではありませんし、スタートでありますから、今からしっかりと今後も予算対応していかなきゃならないというふうに思っております。産地パワーアップ事業につきましては、やはり、より強いところはより強くして輸出とかいろんなことに備えるということも大事なことだと思っておりまして、いろんな形に使っていただけるように、また中産間地でもしっかり頑張れるところは産地パワーアップ事業でも使っていただけるような
仕組みにしたいと考えておりますので、産地科学企業の予算局としては適正なものではないかと。幹事社からは以上です。各社さんお願いします。あと、はい、西日本新聞の伊藤といいます、はい、今の補正の絡みなんですけれども、はい、アメリカではですね、国際貿易委員会が議会に分析リポートを出してから、それから対策を練るというような手順を組みますけれども、日本では、そういう国会での議論もまだですけれども、そこら辺のアメリカの手続きとの違いというのはどういうふうにお感じになりますでしょうか。まあ、アメリカはアメリカのありのやり方が終わりになるんだろうと思います。私どもは今までも議論をしてまいりましたし、まだ全国での TPP の説明会でも、いろんなご意見も伺ってまいりましたので、急ぐべきものはしっかり急ぐということが大事なことだろうと思います。アメリカと日本が同じでなきゃいけないということが大事だと思います。はい、どうぞ。佐賀新聞の方です。はい、台湾干拓の案件なんですけれども、海運の確定から5年を迎えますけれども、これについてのご紹介をお願いいたします。まあ、5年が経っていることはその通りでございますが、今週の15日の日に海運に反対する原告の方々が長崎地裁に対して和解協議の呼びかけに対する回答を延期する趣旨の上申書を提出をされたというふうに伺っておりまして、まあ、これは来年の1月の8日頃まで、延期をされるということでございます。長崎地裁における協議の場には、国、開門を求める関係者および開門に反対する関係者が当事者として一堂に会して、今後話し合いの進展につながることを、まあ、期待をしておりますので、この進捗を少し見守りたいというふうに思っております。合わせてその解任 の判決を確定させた当時は民主党政権でしたけれども、あの当時は上告しないという判断、これについては大臣はどのように評価されていますでしょうか。まあ、それはその当時の政権がご判断をされたことですから、私からコメントすることは差し控えています。ございますか。どうぞ。朝日新聞の渡辺ですけれども、可決権の関係なんですけれども、はい、立ち入り検査をされて、今後は処分統計とされていると思いますが、それまでにさらに処分を目の見通しともに言っておりましたら、ちょっと最後の方聞こえなかったんですか。目処とですね、具体的にどのような処分になるのか、私が決まってきましたら。農林水産省でも12月の9日と10日の日に動物用ワクチンや新剤薬を承認内容と異なるの方で製造していた可決権に対しまして、医薬品医療機器等に基づく立ち入り検査を実施したことがこれら申し上げたとおりでございますが、現在その立ち入り検査の結果等を精査しているところでありますので、まあ、その結果を待ちまして、処分の理由となるような事項が確認をされれば、医薬品、医療機器等に基づく行政処分を行うことになるだろうと思います。この表示期については、現時点で具体的な時期は申し上げられないところでございますけれども、できる限り速やかにお示しできるようにしたいと思います。